萌香、家に着いたよ。私も今お風呂から上がったとこ。送ってくれてありがとね。こちらこそ、急だったのにプロポーズ受け入れてくれてありがとう。サプライズでプロポーズされるなんて思ってなかったからびっくりした。でもすごく嬉しかった。こちらこそプロポーズしてくれてありがとう。あんなに喜んでもらえたらサプライズした甲斐があったよ。ほら、人によってはサプライズ嫌いって人もいるし。私は嬉しかったよ。きっと相手が雄大だからね。結婚したいと思っていた人にプロポーズされたら嬉しいに決まってるもの。よかった。これからもよろしくね、マイカ。こちらこそ末永くよろしくお願いします。なんか照れちゃうね。早速だけど、お互いの家に挨拶行かなきゃだよな。実はうちの両親にはプロポーズすること言っててさ、早く連れてこいってうるさいんだ。昨年ご挨拶で伺ったきりだもんね。今度の年休とかご両親のご都合が良ければ行きたいわ。聞いてみるよ。あの人たち多分暇だから喜んでどうぞどうぞって言うわ。マイカの家にも行かなきゃ。いつ都合がいい？今は実家でやってる家業の繁忙期だからちょっと予定聞いておくわね。農家だっけ？そう、収穫の時期だから忙しいのよ。マイカは農家を継ぐつもりはないんだよな。うちは兄が継いで、結婚した奥さんも農家好きな人だから完全にそっちに引き継ぐつもりみたい。よかった。よかった？いやだって俺土いじりとかそういうの苦手だから、手伝いとか言われても役に立たないなって。大丈夫よ。私だってなかなか畑とかビニールハウスの中入れてもらえないんだから。あの人たち農業に関しては本当に厳しいの。素人が手伝えることなんてないから。そっか、そうだよな。素人がいても邪魔だよな。それじゃあそっちの繁忙期が終わったら挨拶行くことにするよ。できれば俺の仕事の繁忙期前がいいな。そうね、その頃には私の仕事もちょっと忙しくなるし。あ、結婚しても前かって仕事を続けるよな。そのつもりだけど、今のお仕事好きだし。よかった。どうして？ほら、俺の収入だけに酔っかかられても困るしさ。え？あ、でも舞香は女性だし収入は低いだろうし、出産とか育児もあるから別に同じ額稼げなんて言わないよ。その辺の勘違いやろうとは違って俺はちゃんと理解してるから。でもその分もちろん家事は全部舞香の仕事な。ちょっと待って、そんな話したことないよね。今までは恋人だったからしなかったけど、もう婚約者なんだからしておかないと。結婚ってそういうもんだろ。お前は嫁になるんだから、こっちのやり方を早めに知っとかないと。やだい、どうしたの？今まで私のことをお前とか言わなかったのに。だから恋人と婚約者は違うんだって。俺は指輪買ってプロポーズしたんだから、プロポーズ受けた舞香もちゃんと恋人から婚約者にならなきゃ。結婚したら雄大は家事を一切しないってこと？そりゃ家事は嫁の仕事だろ。全部家事は私がやって、仕事も今まで通り続けるって？そうだよ。じゃあ私が仕事して雄大が家事するっていう選択は？あるわけないだろ。だってマイカ俺より稼げないじゃん。私の給料今手取り27万だけど、雄大の給料いくら？え、手取りで27万？結婚するならお互いの給料知っておいた方が計画的な貯金もできるし、どう？あ、いや、あ、それは俺も同じくらいかな。それじゃあ私の方が稼いでいないとは言えないわよね。ってことは家事全般を私がするのはおかしくない？雄大の話だと私の方が収入は低いから家事でその分補填しろってことでしょ。でも子供生まれる時とか仕事休むことになるわけだし。今までコツコツ貯めてきた貯金があるから大丈夫よ。そういえば雄大は貯金いくらあるの？俺だってコツコツ貯金して200万は貯めてるわ。え、社会人7年目でそれだけ？いや、周りは貯金すらしてない奴らばっかだからしっかり貯金してるだろ。私もっとあるけど。嘘だろ。全体的に私の方がお金たくさんあるみたいだけど、それでも私が家事を全般的にやるの？でも家事はもともと女の仕事って決まってるだろ。母さんだって台所に俺とか父さん入れようとしなかったし。お母様は専業主婦よね。お父様がしっかり稼いでいるのよね。家事に専念できる環境なのよね。それがなんだよ。専業主婦にできないのに俺に酔っかかるの？よく言えたわね、そんなこと。なんだよ、お前だと仕事続けたいって言ってるだろ。そうよ、続けたいわよ。でもそれは金銭面じゃなくて自分が好きでやってる仕事だから。その結果もらうお給料があなたと同じかもしかしたら高いかもしれないのに、どうして私の方が
下級扱いされて私の方がやること多いわけ？家事できないからに決まってるだろ。結局それじゃない。仕事もお互い頑張って家事もお互い分担するなりできる方がすればいいのに、どうして最初から私に全てやらそうとするの？俺は亭主なんだぞ。嘘、もしかして雄大って亭主関白に憧れているの？亭主になったら一家の大黒柱なんだから、嫁がそれを敬うのは当たり前だろ。わかった、ごめん雄大。今日のプロポーズはなかったことにして、もらった指輪も返すから。は？せっかくお前のためにレストランを抑えてサプライズでケーキまで用意してもらって、指輪だってわざわざ忙しい中買いに行ってやったんだぞ。そういう恩着せがましい指輪なんかいらないわよ。私たち結婚生活うまくいかないことが確信できたから、今日でお別れしましょう。なんでそうなるんだよ。お前は俺の言うことだけ聞いてればいいのに。敬えない柱を大黒柱にするほどバカじゃないの。なんだと。それから別にどっちでもいいし気にしてなかったけど、雄大の方が先にうちの実家へ行くべきよね。もらう側なんだから。それも気にせず先に自分の家に行こうとしてたし、その時点で嫁になっても虐げられる未来が見えたわ。それはお前のところは繁忙期だからって。そうよ、だから別に結果的にうちが後になっても仕方ないし、それはそれで別にいいことなんだけど、そのことに触れもしないし気にもかけてない。挙句嫁になったらこうあるべきとか押し付けるなんて私には耐えられないから、結婚の話はお断りします。30手前のお前をもらってやるって言ってんのに後悔するぞ。あら、30なんて男も女も油が乗っていい時期じゃない？お互いこれからでしょ。本当に後悔するからな。俺と結婚できなくて後で泣きついてきても知らないから。今日もらった指輪は雄大の家のポストに入れておきます。今まで3年間ありがとうございました。さよなら。せいぜい後悔しやがれ。そんな高慢な態度でもらい手なんか絶対ないんだからな。マイカ、久しぶり。元気にしてるか？え？どなたですか？雄大だよ。2年前お前にプロポーズしただろ。え？雄大？アカウント変えたの？お前がブロックしてるみたいだったから。わざわざアカウント変えてまで？何か用事？なあ、あの頃は俺も若くてカッとなって、マイカとの関係修復もせずに終わりにして悪かったと思ってる。若いって言ってももうアラサーだったけどね。今マイカの家の近くまで来てるんだ。久しぶりに飯でも一緒に食わないか？プロポーズした時と同じレストラン予約したからさ、これがどういう意味かわかるよな。お断りします。え？お食事もまたしようとしているプロポーズもお断りします。なんでだよ。せっかく30過ぎたお前を迎えに来てやったのに。私結婚したからお気遣いなく。結婚？どこの誰と？雄大と別れたから知り合った男性よ。自分でもびっくりするくらい気があって最近結婚したの。なんでお前なんかは結婚できるんだよ。せっかくもう一回プロポーズしようと思って指輪も持ってきたのに。まさか2年前の？あの頃もう一度ってメッセージ付きで用意してたんだよ。え、ダッサ。っていうか使い回し？結婚したらそうと早く言えよ。そうだ、責任取ってお前誰か俺に紹介しろ。え、紹介って何？周りの友達とか妹とかいないのか？ヤマトナデシコ。友達もほとんど結婚してるし、妹はいるにはいるけど。紹介しろ。雄大と縁続きになりたくないから嫌よ。そもそも妹婚約者いるし、半年後に結婚式の予定なのよね。うちの実家で働いてたこと。そんな農家の土臭い男より俺の方がいいに決まってるだろ。収入は雄大より倍以上いいのに。え、そんなわけないだろ、農家だろ。雄大って本当にバカなのね。私たちの食生活を支えている農業がいつまでも貧乏だと思わないで。うちの実家、両親が引退して兄夫婦と妹で経営してるけど、年商1億は軽く越してるわよ。年商1億？技師の斬新なアイデアのおかげで右肩上がりだし、妹の婚約者は兄と共同経営者ってことになってるから、そんな人と雄大を比べる価値すらないじゃない。マジかよ。それじゃあ俺、お前と結婚してたら億万長者になれたかもしれないのか？向こう入りしてたら実家の財産だって俺のものだったかもしれないのか？そんなわけないでしょ。でも万が一そうならないとも言い切れないから、結婚前にあなたの本性っていうか考え方
が分かってよかったわ。そうだ、甘いか、今からでも間に合うから俺と再婚しよう。いやよ、夫のこと愛してるもん。そんな男どうせすぐに飽きるって。ここ1、2年で付き合った男じゃなくて、俺みたいに3年付き合った男と結婚するべきなんだ。何、あなたの嫁になったらの持論が出回ってる女の子に避けられてるからって、今更私にすがりついてくるのやめてよ。なんでそれを。風の噂でね。まさか俺の変な噂流したのってお前じゃないよな。私はただ友達に元彼の話をしただけよ。なんてことしてくれたんだよ。元彼の愚痴なんて女子会の鉄板トークじゃない。今あなたに彼女がいないのはあなた自身のせいでしょ。だってもう結婚しないと親がうるさいんだよ。婚活行っても誰も引っかからないし。引っかかるとか、そうやって女性を物か魚みたいな言い方するからでしょ。結婚したいと思ってる女性の嗅覚舐めんじゃないわよ。この男はダメだって分かっちゃうんだから。お前と別れたから彼女もいないし、このままじゃ孤独になる。孤独くらいがちょうどいいんじゃない？そんな。それじゃあ私はこれから旦那様とデートだからブロックするわね。ちょっと待ってくれマイカ。せめて二人、いや一人でいい、女を紹介してくれ。雄大が根本的に自分の考えを見直さないと無理ね。それじゃ今度こそさようなら。あ、そうだ、一つだけ教えてあげる。なんだ。結婚っていいわよ。俺だって結婚したいんだ。雄大はその後も婚活パーティーやマチコンに参加するものの、焦っているのか早々に本性を出して嫁とはどうあるべきかと偉そうに語るため、どんどん女性が離れていってるそうです。最近ではさらに強引になって、パーティーなども出禁になり、さらに出会いがなくなり、仕事場と家の往復しかしていないそうです。なんでこんなに知ってるかって？実は婚活パーティー主催の会社と彼の仕事場にいるんですよね。私の友人が。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。